1. 1食道2、遺産、十二指腸4、小腸5、盲腸6、中水7、大腸8、直腸9、肛門大腸開盲部から見た、中水開口部中水ともは、盲腸の後、内側表面から突起状に垂れ下がった細長い器官。人にとって中水は欠かせない存在である。それは、善玉菌の備蓄機能を備えているからである。今日においても、この機能は、 必要なものであるが、食料事情の大幅な改善により、全玉菌を摂取しやすいことから、この機能は、さほど重要視されていないと見られている。大阪大学などによるマウスを、実験動物として用いた2014年の研究報告では、小腸及び大腸にて特異的に作用する、免疫グロブリン A を中水リンパ組織が、産生していることが明らかとなり、中水を失うと、 大腸の腸内細菌バランスが崩れ、腸管感染症や炎症性腸疾患を発症することが報告された。一方、草食動物にとって注水は生命維持に欠かせない器官である。注水は草の繊維を構成するセルロースを分解するバクテリアの生息場所となっており、食物の分解に欠かせないからである。注水の炎症を虫水炎といい、 中水炎が進行すると細菌が腹膜内に侵入して深刻な腹膜炎に至ることがある。かつては生理機能がないと考えられ、中水炎を予防するために異常所見がなくても外科的手術により切除されることがあった。成人早期に中水切除をするとパーキンソン病の発症リスクが19から25%下がるとの米国の研究結果がある一方、 48万人のカルテを元にした研究では、注水切除を行っていない患者群で0.29%だった発症割合が切除した患者群では0.92%とリスクの増加が認められた。理由は未解明とされているが、注水切除により下痢型過敏性腸症候群が改善したとの報告がある。ありがとうございます。